240RS とは、日産自動車が1983年、当時、グループ B で争われていた WRC に参戦するために開発した、ラリー競技専用のホモロゲーションモデル、または同競技車両のこと。WRC への参戦は、グループ B 規定が廃止される1986年まで行われた。 1983年から1986年まで参戦した WRC での最高成績は2位。マシンの開発には、元レーシングドライバーで当時日産のワークスドライバーだった、ハセミ・マッサヒロらも参加していた。社名の由来は、排気量 2400cc のエンジンを搭載していることと、最高出力の240馬力にちなんで、と言われている。 ベースとなったのは3代目、シルビアの後期型で、ボディタイプは大きな開口部のないノッチバッククーペが選択された。生産台数はグループ B の認定に必要な200台をわずかに上回る200数台と言われている。主に左ハンドルのモデルが販売されたが、ごく少数右ハンドル車が存在した。一説では、総生産台数のうち、左ハンドル車が150台、 右ハンドル車が50台生産され、この中の30台ほどが WRC や各国の国内ラリー選手権に使用されたとされている。日本国内でもラリー関係者を中心に少数が販売されたが、詳細な記録が残っておらず、正確な販売台数は不明である。240RS のホモロゲーションモデル及びカスタマースペック車に使われたのは2340。 CC240PS の FJ24 型である。燃料供給は後述するエボリューションモデルも含め、いずれもキャブレーターだった。240RS のワークスカーには 275PS を発生する FJ24 改めを搭載するエボリューションモデルが存在した。エボモデルでは、ブレーキも範囲 261mm の ベンチレーテッドディスクに強化され、ハンドブレーキは油圧式に変更。燃料タンクの容量も7リットル増やされるなどの変更が行われている。1985年のサファリラリーモデルでは、わずかにボアアップを受け排気量が 2391cc に引き上げられた。FJ24 型エンジンは日本国内で販売されていた FJ2E 型とは、 構造が異なり、ほとんど共通パーツがない。ゆえに、FJ20E 型のボアアップ版という説があるが、これは誤りで、実際は FJ20E 型とは全く別設計の競技用エンジンである。最大出力は300馬力以下だったが、生産台数が5000台に満たなかったため、WRC がグループ A 車両で行われるようになった1987年以降は、 競技に参加できなかったこのマシンは海外ラリー競技用という性格から海外での販売を見込んでおり日本国内での販売を想定していなかった。故に日本の排気ガス規制のクリアは考慮されていなかった。カスタマースペック社も他のグループビーカーのロードモデルのように一般ユースに適する仕様内外装に修正したものではなく 即ラリーに投入可能な競技仕様のままで生産されていた。そのためシンプルで剣道なメカニズムも相まってプライベーターに重宝されることとなった。2006年のニスモフェスティバルでは日産自動車の有志の手でレストアされたワークスマシンが完成しデモランを行った。現在この車両は日産の座間記念車庫に保管されている。またローカル競技ではあるが 240RS は日本のあるエンツージアスとの手により近年の樽がタスマニアラリーに参戦し高成績を収めている。240RS 登場の前年ベースモデルとなった S110 型シルビアに LZ20 バイト型を搭載したグループ4使用者が1982年の第30回サファリラリーに出場し総合3位を獲得している。また、 LZ20 バイト型の排気量アップ版である LZ24 バイト型が開発され、同じくグループ4仕様の S110 型シルビアに搭載され、数千の海外ラリーに参戦している。これらは翌年に発表を控えた 240RS のテストベッド的な車両だったと言われている。ありがとうございます。